八代さんって猫好き？どっちかというと犬の方が好きですね。よし採用。いつもの時間後の角曲がればラーメン赤猫の店長をやってます文蔵をいます。このお店はおばの紹介でよろしくお願いします。いらっしゃいませにゃん。こちらへどうぞにゃん。あ、自分のやつっすよ。人間雇うのって大変だよね。ブラシ久しぶりです。思ってた仕事とだいぶ違うな。まかないできたぞ。赤猫スペシャルだ。いただきます。